ばんは、劇団ヘラクレスの菊の吉田ひかるです。はい、今日もね、このゴールドジムさんにご協力いただいて撮影させていただいております。今日はですね、見てください、じゃん、ベンチプレス台。今回それのですね、マックスをちょっとみんな計測していってみたいと思います。でちょっとね、メンバーの中でも比較的、パワーになる自信のあるメンバーを呼んでいるので、じゃそれでは呼んでいきたいと思います。それではお願いします。はい、はいはい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、劇団ヘラクレスの手のマイクです。お久しぶりです。鈴田洋介です。はいはい、この3人ね、とりあえず60キロ見ていきたいな。成人なんで60キロ見る。60キロ60キロって無駄に近く見える近く見えるこれ、ね、無駄できますね。はい、すごいね。あすごい、すばらしい。ということで、ちょっとみんなのね、マックスを測っていきたいと思います。マイちゃん、これいったらかっこいいね。かっこいい。おお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 マジで、おお、マジでうげやばはい、じゃあ準備しましょうか。シャワーは困ります。で、40キロマジでマイクといたら、まあ、はい、緊張して1回お、余裕余裕余裕。まあさっき上げましたね。そうですね。余裕余裕。じゃあ4。ジャージが完成。プラスジャージ。これ水着ですこれ。はい。水着です。水着です。あ、持って。おお、はい、余裕ですね。いや。5キロ。おお。おお、やっぱりね。すごいすごい。おい、じゃあ。まあね、ちょっとこれはまあ悪みたいなもんなんで。すげえ。おお。いや、もうやったことないんだけどね。70、そうですね、70やったことない。これ上げたら合コン使える。違うんですよ、これ合コンパワーでやる。よっしゃ、いきます。はい、合コンパワー。まあ合コン、ただ合コンでいい。お前さん、まあ、もちもちじゃん。いや、ね、もうね、来てるいきましょう。これここで踏ん張れるよ。ちょっと気合い、気合い。お、いいよ、入りがいい、入りいいよ、入りすごくいい、入りすごくいいんだけども、ダメだ、使えなかった。ダメでした。成人男性どまり。うん、成人男性これから成人男性でいいんじゃないですか。成人男性50年。どうも成人男性です。どうも成人男性です。で次は、75キロに挑戦。こいつ上げんな。おお。オッケー、75クリア、上げました。よし、行きましょう。行きます。はい、あ、なるほど、すげえ。おお、おダメんだよ。これ、サラダの高みでちょっと行ってもいいですか。行っちゃいましょうか。次80キロ、すいません。80行きます。80やったらもう、ちょっと大きめの段数ぐらい。ちなみに光さん、今何秒ですか。僕今84、5キロしてる。ヒカルを横でもっとまだ上げてる感じで。いきます。はい。お。うおお。ちょっと前に来る。おいしょ。お。いけ。おお。90いきましょう。ジャンプかじゃん。90いきたいですね。ちょ、これ前90いったらさ、ちょ、なんか普通に嬉しい思いました。やった。ちょっと頑張れるよ。頑張れマイキー。よっしゃ、うわぁ、すごい、やば、よう、あそこから持ってってる。やばい、今のね、ちょっとね、
無理かもって思った、無理かもって思ったけど、飯おごりが、飯おごりがそこなんだ、やっぱり200、1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 00
おう、ついに大台の。すごいね、来たね。100、最初上がんなかったけど、次こそはリベンジで上げたいと思います。よいしょ。ハハ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 。やっぱね、このせっかく100キロ用意したんで、ある男にも挑戦してもらいたい。ちょっとガリガリ芸人の卵さん、ちょっと長いよ。何キロまで挑戦してたよ。90成功しました。30で終われ。とりあえず今100キロやったんで、ちょっと持ってみてください。はぁ。いや、ごめんなさい、俺聞いてたのは、お味噌の限界を知ろう。あ、いいよ、つまりその尺なくて、そんな尺なくて、そんな尺なくて、尺なくて、尺なくて、出すな。よし、じゃあお願いします。ちょ、なになに。いいよ。ちょ、おい、なに。おい、そんでんじゃないぞ。おめえ、100持ち上げてねえだろ。おい、あれはあげたぞ。ちょっと待って、終われ。はい、ということで、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あざーい、動いた。会いましょう。動いた。一心不乱に体を鍛える、我らは非常人。仲間はライバル、セッターたくまでお互い高め合う。負けたらタコネだ、どうせ寝るならやっぱりやっぱりやっぱりベッドがいい。